以上、一世のせっこにちゃん姫ひまです。今回はですね、皆さん、私は太りました。やばいやばい、過去最高、多分、うん、結構やばいんですね。ということで、今回は超噂の IU 式ダイエットをやってみようと思います。まあ、とりあえず3日間ですね。たった3日間です。では早速やっていきましょう。レッツゴー。ちょっとまず先に言わせていただくと、まあ、ヒマの体重でダイエットをしない方がいいと思うし、この年齢であんまダイエットしない方がいいって思われる方もたくさんいると思うんですけど、まず理由としては1個目、まずこれは自分の顔を見るのが嫌になった。ちょっと顔が丸すぎてなんで、はい、1個目で、もう1個は大事な撮影がちょっと夏にあるので、まあそれに向けて、まあ、これが一番大きいですね。で、3つ目は夏にいっぱい食べたいんですよ、私は。で、行きたい場所があって、まあ、家族で。で、そこに行くためにも、まあ、痩せた方がいいじゃないですか。いっぱい写真とかも撮るし。ってことで、ダイエットをします。IU 式ダイエットっていうのあるじゃないですか。なので、それをやってみようと思います。はい、というわけで、早速ね、記録をちょっと今日から撮っていこうと思います。で、実は、今日テストが終わって、テスト期間が終わったからやっと、まあ、ダイエットができるってことで、今日のお昼までか、もう、食べに食べまくった感じなんですね。もう夜にポテチ食べたりとか、まあそういうことをしてるから太るんですけど、なので今日の夜からですね、まあ、とりあえずまあ本当は本気は明日の朝からなんですけど、とりあえず今日の夜からこちらザバース、これプロテインですね、飲んでいきたいと思います。その内容としては、朝はリンゴ1個丸々1個で、お昼がさつまいもかバナナ2本で、夜がプロテインって感じで、実はママとパパもやるので、家族総出で、お兄ちゃんはやりませんけど、やることになりますね。痩せたいらしい、みんな。あ、美味しそうじゃない？初めて飲むの、ザバス。美味しいのかな？いただきます。あ、美味しい。あ、あ、美味しい、美味しい、美味しい。え、これ飲めるぞ、これいけるぞ。うん、なんかスタバのフラペチーノが溶けたみたいな感じ。美味しい、ココア味です。ってことで、今日から3日間、明日、明後日、し明後日、まあ、3日間何キロ痩せるのか見ていきたいと思います。頑張ります。はい、というわけで、早速 IU 式ダイエットを始めた1日目の朝になりました。1日目の朝になったというか、まあ、昨日の夜もプロテインだったんですけど、とりあえず朝です。朝はと言いますと、こちらじゃん、リンゴ丸々1個、これをね、食べていこうと思います。私は今日は学校なので、まあリンゴ食べれば朝ごはんのうちに全然入るので大丈夫。てかこれヨギボーの上に置いてて撮影してるんですけど、ヨギボーの後ろでアロマちゃんがいて、アロマちゃんリンゴ大好きなので、なんか鼻クンクンしてて、ちょっとヨギボーが揺れてるんですけど気にしないでください。リンゴいただきます。うん、おいしい。皮付きと皮なしにしました。頑張ります。うん、リンゴ好きだから全然続けられそうですね。はい、というわけで、学校から帰ってきました。で、今の時刻が2時ぐらいなんですけど、お昼ご飯を食べます。で、別にリンゴお腹空かなかったです。そんな1個食べて、うん、すいたすいた。マジか。で、私は今から焼き芋、じゃじゃーん、さつまいも1本食べます。でね、これは銀座のつぼ焼き芋っていう美味しい焼き芋をママが買ってきてくれました。1本800円という高級焼き芋。やだー、なんじゃこれ。かぶ、いや、半分割っちゃえばで、あ、そういう感じ、うん、いきます。これさ、あきちゃんがさ、超無敵でやってたんだよ、多分。あ、本当？食べたかったの。うわー、何じゃこれ。え、半分温めようかな。まあ、それでもいいし。じゃあ、冷やすから。冷やし焼き芋。うん、マジで美味しい。うん、これはいけます。全然余裕ですね。うん、美味しい。では、夜ご飯へレッツゴー。はい、
というわけで1日目の夜になりました。でも昨日からちゃんと、まあ、プロテインとリンゴとあのバナナしないさつまいもで、今日の夜もプロテインです。はい、ではいただきます。あの同じさザバスのココア味です。美味しい。これだけよもっと食べたいよ。まあでもあのこれ検証なんで頑張りたいと思います。さてまた明日の朝行ってみましょう。チアー。マイマさん、お腹空いちゃった。これ、つなぎも。これあの、枝豆。パパとママのおつまみ。あれ。あの9時までだったら、あとあのちょっと少なく。まあこれだけ。あれが好きなんだけど食べなきゃやってらんねえと思って止めなさい。これだけちょっとルル以外美味しいいいでしょ。普段より少ないもん。美味しい。はい、2日目の朝です。まだ準備も何もしてないのでちょっと髪がボサボサですが今日もリンゴをいただきます。すごい。リンゴは包丁で切るんじゃなくてリンゴ専用のさガッてこう一気に切れるやつで切ってます。いただきますおいしい。唇が乾燥しすぎちゃって切れちゃって今日はさ痛すぎて今リップ塗っててだからさなるべく口につけないように食べてます。というわけで、2日目のお昼です。なんですけど今日はちょっと外に出てて今車の中なのでじゃん持ってきました。さつまいも、まあ、ママとですね1個ずつとバナナです。これさつまいもって半分これうん違う1個ずつ持ってきたよ。なのにバナナも持ってきた。うちはどっちがいいか選ぼうかと思って。ああそういうこと。私はさつまいもでいきたいと思います。はい、焼き芋食べていいの。どうぞ。焼き芋じゃん。おお。いただきます。うん、おいしい。お昼ご飯が一番楽しみ。今日の夜ご飯も移していきます。はい、というわけで皆さんちょっと言いたいことがあります。嵐。さっきなんかちょっと体調不良今映ってるからなんかちょっと体調不良っていうか手がちょっと震えちゃったんですよ。なんかわかんないけどなんでちょっとダイエットやめます。なんでちょっと今日はサラダとコンソメスープとカレーライスを食べたいと思います。ってことはダイエットは中止でーす。まぁちょっと、あの、完食はしないぐらい、うん、これからちょっと気をつけていこうかなと思って、その、やっぱダメでしたね。はい。なんかもうちょっと、大人になったらやりたいと思います。まぁ、なんか皆さんはあんまり過度のダイエットしないでください。私は1日で終わってしまいましたけど、まぁ、あの、次は、あ、次っていうかこれからは、その、ちゃんとフルーツ、その、おやつをフルーツにするとか、そういう意識をね、していきたいと思います。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。はい、カレーライス食べます。はい、食べましょう。うわ、どうやって開けばいいか分かんなくなっちゃった。これいっか。